宮城県が開発したイチゴ、もう1個を使った柑橘ハイが全国のスーパーなどで期間限定で販売されています昨日、キリンビール仙台工場の末竹正信工場長やもう1個の生産を手掛けるイチゴ農家の代表が県庁を訪れ村井知事に柑橘ハイの販売開始を報告しました昨日から全国のスーパーなどで販売が始まったのは キリン氷結、宮城産いちご、もう一個です。県が開発した苺の品種、もう一個の果汁を使用。もう一個の魅力である、甘みと酸味のバランスがよく、すっきりとした甘さを味わえるということです。氷結もそうですし、あの宮城県産のもう一個をね、あの果実も皆さん、あの知っていただいて、楽しんでいただければと思います。全国でこの名前が出るということは、非常にありがたい。もうその一言ですね。 キリン氷結宮城産いちごもう1個の販売は期間限定で来年2月ごろまでスーパーなどの店頭に並ぶということです。